ジャパンカーレスキュー。就職したい企業第1位、ジャパンカーレスキュー広報部エリです。今日は間もなく冬本番ということで、雪道走行の注意点お伝えしたいと思います。以前に投稿しました動画、雪道&凍結路面走行、覚えておくべきスイッチ、スタックからの脱出の動画、たくさんの方にご覧いただきまして、間もなく20万回と本当にたくさんの方にご覧いただきありがとうございます。ということで、今回は間もなく12月、雪もそろそろ降り出す頃かと思います。ですので、雪道走行の注意点5つお伝えしたいと思います。ジャパンカーレスキューでは車の豆知識などいろいろな動画を投稿しておりますので、よかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは雪道走行の注意点5つお伝えしていきます。ジャパンカーレスキュー、まず1つ目、スタッドレスタイヤを着用してください。もちろん当たり前の話と皆さん思われるかと思うんですけれども、スタッドレスタイヤ履いてないと本当に滑ります。雪が降る直前になってタイヤ交換をお願いしに車屋さん、カー用品店等に行ってもですね、混み合っていてすごく待ち時間があったりですとか、場合によってはその日交換してもらえないケースもあります。確かにスタッドレスタイヤ、通常の乾いた路面では雪が早くなってしまったり、また基本的には雪道を走るように作られているので、高速走行などには向いてはいないタイヤになってます。本当に明日雪が降るとなって急に交換できるものではありませんので、ぜひお早めにスタッドレスタイヤに交換していただくといいかなと思います。スタッドレスタイヤの注意点としましては、雪の量に合わせたタイヤを履いていただくのがいいかなと思います。こちら宮城県大崎市なんですけれども、雪がすごく多く降る年があったり、ほとんど積もらないというような年もあったりしますので、中間グレードぐらいのスタッドレスタイヤがおすすめなのかなと思います。例えばグッドイヤーのアイスナビ、最新のものでは8が出ておりますなどですね、アメリカ産のタイヤですけれども、国産のタイヤよりは値段が少し抑えられてるかなと思います。また利き持ちとロングイヤー性能ということで、比較的減りにくいタイプのスタッドレスタイヤかなと思います。なので、こういうすごく降る時があったり、まあ、降らなかったりというような中間の地域には向いているタイヤではないかなと思います。本当に豪雪地帯の方ですね、北海道の方なんかはブリヂストンのブリザック VRX3 などですね、そういった本当に表情性能に優れたタイヤを履いていただいた方がいいかと思います。もしくはダンロップウィンターマックス3のような国産のスタッドレスタイヤをお召しいただいた方がいいかなと思います。新潟とか秋田とか本当に雪の多い地域の方ですね、そういった地域の方は もちろん皆さん知ってらっしゃると思いますけれども、表情性能の高いスタッドレスタイヤをお選びいただくといいかなと思います。そういった地域でなくて雪そんなに多くないよという地域の方でしたら、グッドイヤーですとか、あと意外と中国産の南関というタイヤもスタッドレスタイヤ結構出回ってるかなと思います。実際豪雪地域に行くような時にはですね、そのタイヤちょっと物足りないと感じるかと思うんですけれども、たまに雪が降るよと、時折路面が凍結するよというような地域の方はそういったタイヤでもいいのかなと思います。やっぱりスタッドレスタイヤとても高価なものですので、極力費用を抑えたいという方は降る雪の量に合わせてそういったものを選んでいただいてもいいかなと思います。あと走行時の注意点ということで、チェーンも一つ車に積んでおくと安心かなと思います。こちら宮城県大崎市なんですけれども、通常の状態ではほとんどチェーン規制など出ることのない地域でございます。ただし新潟、秋田、山形などですね、豪雪地域に行かれる方は高速道路や峠道等でチェーン規制というものが出ることがあります。その場合はスタッドレスタイヤにさらにチェーンを巻いて出ないと走行できないという場所も出てきたりしますので、ウィンタースポーツを楽しまれたいですとか、冬の雪国に旅行に行かれるという方はですね、チェーンを持って行っていただいて、またその場で突然つけるとなると慌ててうまくつけられないということもあると思いますので、事前に一度練習していただいてから実際に走行の場面で使っていただくといいかなと思います。雪道走行注意点2つ目、時間に余裕を持つ。こちら非常に大事になってきます。
雪国ではですね、車突然走り出せません。まず一度ですね、車の暖気運転していただきまして、スノーブラシで雪を下ろしていただいて、場合によってはですね、目の前の道を雪かきしてから出発することとなります。また雪国あるあるなんですけれども、雪が降り始めてからスノーブラシ買おうとするとお店からなくなってて買えません。ですので、雪の降る前に購入していただいてですね、備えていただくといいかなと思います。身長の低い方はスノーブラシ、伸縮性のあるタイプのものを選んでいただくといいかなと思います。車のルーフに乗っている雪を下ろしたりしなければなりませんので、柄の部分を伸縮できて長くしたり短くしたりと使えるものタイプのものを選んでいただくといいと思います。車に傷がつくのが嫌だという方はスノーブラシカバーというのも販売してますので、そちら使っていただくと車に傷がつきにくくなりますので、そういったものをご愛用いただいてもいいかなと思います。車少し暖気運転してからですね、雪下ろした方がいきなり下ろそうとすると凍りついていて取れないこともありますので、ちょっと温めてから取るとスースースと楽に作業することができます。雪道走行の注意点3つ目、急な運転は避ける。こちら2つ目の時間に余裕を持つと少しかぶってくる部分もあるんですけれども、急ブレーキ、急ハンドル、スピードを出す、こういった行為は非常に雪道では危険です。一番滑りやすいタイミングとしましては、私の経験なんで個人の主観ではありますけれども、少しスピードが出てしまったのでグッといきなりブレーキを踏んだ時にツルツルツルっと滑って焦ってしまうというようなことはありますね。また少しスピードを出して加速した時に輪立ちに乗ってしまってすごく滑ってしまうなど、そういったこともありますので、とにかく安全にゆっくりと走行していただくと一番いいかなと思います。雪道走行の注意点4つ目、雪の降り始めに注意。こちら雪の降り始めというのはシーズンの始まり、最初に雪が降った時のことを指します。こちら宮城県大崎市の場合はですね、冬は常々雪が降っているというわけではないんですが、特に雪の降り始め非常に事故が多いです。少しずつ雪の量多くなっていけばいいんですけれども、冬の始まりにですね、突然雪がドカッとたくさん降りまして、皆さんまだスタッドレスタイヤに履き替えてなかったりですとか、雪道の運転に慣れていないような状況では非常に事故多くなります。実際ジャパンカーレスキューでは雪道でのスタック脱輪落車事故などですね、出動してるんですけれども、最初にたくさんドカッと雪が降った時ですね、本当に出動件数多いです。びっくりするぐらいもう電話が鳴り響きまして、隊員スタッフ総出でレッカー対応に当たるというような時期もあったりするんですけれども、意外と雪だんだん降ってきまして、雪道にそもそもに皆さん慣れてくると意外と事故って減ってきます。ですのでシーズン雪の降り始めの時は特に慎重に気をつけて運転していただくといいかなと思います。そういう降り始めの時期ですね、レッカー出動混み合いまして、長時間お待ちいただくケースも雪の多い年ではあったりします。ですのでまだ大丈夫だろうと過信せずに、冬の準備整えていただきまして、雪に備えていただくといいかなと思います。もちろん極力急いで出動作業させていただいてるんですけれども、お待ちいただく時間というのも出てまいりますので、冬の防寒着ですね、ご用意していただいた方がいいと思います。寒いシーズンはバッテリー上がりですとかエンジンの不具合も起きやすくなりますので、そういった時エンジンがかからなくて寒い車内で待たなければならないというケースも出てきますので、防寒着ですね、スキーウェアのようなもう本当にしっかりと暖かいものを車に常備しておいていただくと安心です。ズボンまでしっかり防風防寒防水のタイプのものをお持ちいただくと、やはり足元から冷えると辛いので、そういったものをご用意していただいたりですとか、ニット帽、手袋も防水のタイプがいいかと思います。あとは毛布とかですね、北海道などご用意しておいていただくと、いざという時にとても役に立つかと思いますので、普段雪国に行かないけれどもウィンタースポーツで突然行ってみようなった場合はですね、しっかりと冬の備えしていただいてご出発いただけるといいかなと思います。雪道走行の注意点5つ目、不要不急の外出は避ける。正直ですね、
走行の注意点と言っているにもかかわらず走らないのかいというツッコミあるかと思うんですけれども、やはり猛吹雪の時ですとか気温の下がってくる深夜とかですね、走る必要がなければ走らない方が一番安全かと思います。昨年2021年には東北自動車道で、こちら宮城県大崎市古川でトラック乗用車など含む61台が絡む事故ということで非常に大きな事故起こってしまいました。当時雪は止んでいたんですけれども、ホワイトアウトというのが起こっておりまして、一度地面に降った雪がですね、強風に巻き上げられまして目の前が真っ白になって何も見えなくなるという状況です。もちろん吹雪の時でも起こりますけれども、降ったばかりの雪、サラサラで非常に軽いです。そういった雪がですね、特にこちら大崎平野冬場など非常に強い横風が吹きます。ですので雪が巻き上げられまして目の前が全く見えない状況となり、東北道で事故が起こってしまったと、非常に痛ましい事故がありました。ジャパンカーレスキューもその際出動させていただきました。そういったこともありますので、とにかくですね、雪がすごく強く降っている時、風が非常に強い時などですね、不要不急の外出は避けていただくと一番安全かと思います。また雪のシーズンですね、皆さんゆっくりと安全運転される方も多いので渋滞も起こりやすいです。そういった時に渋滞を避けるために脇道に入ったりすると、除雪作業が進んでいなかったりして事故やスタックなどしてしまうケースもあります。大きな国道とかではなくてですね、田んぼのあぜ道と入っていったりすると突然ホワイトアウトになって怖い思いをされることもあるかと思いますので、どうしても出かけなければならないという際は極力時間に余裕を持って大きめの道路、除雪作業がされている道路を通っていただいて十分気をつけて走っていただくのがいいかと思います。今年実は結構暖冬なのかなというほど、11月中旬ですけれども比較的暖かい日続いております。このうちからですね、タイヤ交換など冬の準備進めていただくといいかなと思います。何かあった時はですね、近隣の方はジャパンカーレスキューにご連絡いただければ出動させていただきますので、ご連絡お待ちしております。ただ何もないのが一番いいですので、しっかりとご準備整えていただくといいかなと思います。この動画が良かったらチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。動画見てくれておおきに。ほなねー。